久保建英の 50% 権利をレアルマドリードが完全放棄。その理由は。皆さんこんにちは、民坂ニュースです。今季レアルソシエダで3シーズン目を迎えている久保建英選手ですが、彼が他クラブへ移籍する際、その移籍金の 50% を得る権利を前に所属していたレアルマドリードが保有していると言われています。ただこの権利をレアルマドリードが放棄する可能性を現地メディアが報じているようですので、今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカーダイジェストウェブから。日本代表の久保建英は2022年の夏に3年間契約をしていたレアルマドリーからレアルソシエダに完全移籍を果たした。この時マドリーはある条項をソシエダと結んだ。久保がソシエダからどこかのクラブに移籍した際、発生する移籍金の 50% を受け取る権利、そしてこのレフティがオファーを受けた場合優先的に交渉できる権利だ。一試合もプレーさせずに手放したものの、ソシエダでブレイクする予感があったのかもしれない。つまりマドリーは契約解除金6000万ユーロ、約96億円の半額、最大でも3000万ユーロでこのミッドフィルダーを獲得できる。格安と言っていいだろう。だがスペインメディアゴルディヒタルによれば、マドリーはソシエダのスペイン代表ミッドフィルダーマルティン・スビメンディの獲得を狙っており、契約解除金6000万を減額するためこの権利を放棄する可能性があるという。マドリーはバスク人ミッドフィルダーとの契約をとても真剣に受け止めており、日本人ストライカー獲得の可能性を放棄するほどだ。そう伝えた同メディアは、日本人ウィンガーの竹久保がソシエダでプレーすることになってすでに2シーズン半が経ち、不確実性よりも確実性の方が多く残っている。日本のスターがバスクのチームで獲得したレベルは本当に驚くべきものであると活躍ぶりを評価、こう続けている。あのエタに到着した時の価格は750万ユーロだったが、現在は5000万ユーロと見積もられていて、6000万ユーロの契約解除条項もついている。ソシエダと締結した契約では、フロレンティーノ・ペレス会長は将来の売却額の 50% を留保していた。つまりマドリーにとっては3000万ユーロだ。ただし、そのお金はスビメンディの価格を下げるためにソシエダの金庫に送られることになる。この権利を放棄すれば、最大で6000万ユーロがかかるため、マドリーが久保を再獲得する可能性はほぼないと見ているようだ。このように伝えています。記事によると、今回報道の久保選手の移籍金 50% の権利をマドリーが放棄する件は一見喜ばしいことのように思えますが、その理由としてレアルマドリードがスビメンディ選手を安く獲得したいためとのこと。逆に言うと、レアルマドリードは久保選手を買い戻すことはないとも言えそうです。今のマドリーの前線のスカットを見ると、もう久保選手の入り込む余地はないと言えますからね。ただ今回リバプールからのオファーをクラブ愛を理由に断ったスビメンディ選手がレアルマドリードのオファーを受けるんだろうか、そちらの疑問も残りそうです。そして今回紹介した記事はスペインの地元紙ゴルディヒタル記事を引用したもの。このゴルディヒタルというメディアの信憑性はどうかというと、信用できるとは決して言えないといったレベルのメディア。これは別のメディアゴールの記事にあるスペイン現地メディアの評価となりますが、今回の記事内容を見てもゴルディヒタルの勝手な憶測で書かれたレベルの内容と言えるかもしれませんね。では次にこの件に対するネットの反応を見ていきましょう。別にマドリーである必要は必ずしもないけど、もうそろそろビッグクラブでプレーするところが見たいのは間違いない。外国人枠の厳しいリーガにこだわってるうちはどうにもならないだろうな。枠がないし、枠が空いてもブラジル人取ってくるからすぐ埋まる。散々言われてたリバプールもサラーの動向関係なくスロットの今はもうないだろうし、ビッグクラブの右ウィングってもう割と揃ってるよね。レフティのウィングだけでもブラヒムとキュレルが控えてる。新たに久保を取る必要性は、クロースが抜けてモドリッチも引退間近、セバ、ジョスもグッバイになりそうだから、中盤のボールプレイヤーの補充は必要だけど、本当にスビメンディ狙ってるの？チュアメニと交互に使っていく感じなんかな。
スビメンディの解除金がそこまで高くないから久保の権利破棄して減額しなきゃならないということはない。なんだかんだで久保建英はバルサに戻りレアルをボコすのが理想やな。このメディアの報道を信じるなら久保はとっくにマドリーに復帰してるはずなんだよ。逆に言うと3000万ユーロでも久保を獲得する必要がないということ、実際マドリーで試合出れるイメージは皆無。良い話なんじゃない。ビッグクラブに行きやすくなるだろうし、バルサ来てほしかったが病る俺もんな。久保がやりたいところでやってほしい。もちろんそのためには結果が必要だけどね。欧州の移籍なんて契約書交わして記者会見するまで確定ではなくわからない。久保はレアルがどうしても欲しいというレベルにはないということ。そもそもレアルのような身体能力&個人的任せのクラブには合わない。自由度が高くて個人の判断が大事だから久保は向いてるんじゃないの。バルサ移籍の障害だから早権利売却してほしい。スポーツ確定後すぐにバルサが動いたりして、そうなると面白い。ケイスケホンダも言ってたけど、久保みたいな選手は周りが上手い選手たちかどうかで自分の力の発揮しやすさが運命の差なんだよな。レアルには一人で局面変えられる選手しかいないよ。スビメンディの移籍に久保は全く関係ないやろ。マドリー側は早く金になってくれればいいくらいにしか思ってないと思いますよ。様々な声があるようですね。久保選手の移籍については昨季から様々な噂が流れてきましたが、残念ながらレアルマドリードへの移籍話はどんどんしぼんでいくばかりです。右サイドだけでもロドリゴ選手、ブラヒム・ディアス選手、ギュレル選手などがおり、他の前線もエムバペ選手、ビニシウス選手、ベリンガム選手などワールドクラスの選手がひしめき合い、正直久保選手の入り込む余地がほとんどありません。さらに噂のあるプレミアリーグのビッグクラブも良いウィンガーが揃っているチームばかりですが、それでもまだそちらの方が入り込む余地はありそう。ただ久保選手もドリブル突破からチャンスを創出するという点では世界クラスのプレーをしますが、自身の力でゴールまで奪い切る能力は正直まだ不足していると言えます。今後このあたりの能力が伸びてくれば世界的なビッグクラブからもどんどんオファーが来そうなのですが、いずれにしても久保選手の今後の活躍に期待したいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。